川勝広綱は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、旗本、修ルカ川勝家の二代当主。天正七年、川勝修士の着難として、丹波に生まれた。豊臣秀吉の馬回りで、丹波国滝軍内に二百国、ついで大見国甲賀軍内に三百四十国余りを、加増され、十五位した、品野守に除任された。後に、 大見国甲賀軍内の領地を、丹波国府内軍内に移された。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、父、修士と共に西軍に組みして、細川雄彩が夜丹後田辺城攻撃に参加した。しかし、修士府市は、徳川家康に許され、海域を免れた。慶長六年、室町時代以来の丹波の旧族細川三彩の推挙により召し出されて、父、修士は、 はたもと家を起こした。慶長十一年寸布城武神の命を受け、同年六月二十日、勤めの奉省として御所を賜った。慶長十二年七月、父、修士の死去により、その家徳を継いだ。現那三年京都地方院武神の武行を務めた。官営八年使い番となり、官営十年正月十三日、命を受けて御機内を巡検した。官営十一年、 将軍、徳川家光の上落にぐぶし、官営十四年九月十二日、目付として文護国府内に赴いた。後にまた命を受け、たびたび府内に出かけた。官営十六年十月十五日、大和国高取に赴き、目付の仕事を務めた。官営十七年高取城を植村家政に与えるため、現地で白引き渡しの役を務めた。 寛永19年4月、将軍、家光の日光社産に区夫した。寛永20年11月昨日、池田三中の領地である稲葉国長取りに出かけ、政務の監視をした。昇法2年、松平忠正が死去したため、同年8月16日に命を受けて、越前国福井に出かけた。慶安2年、長井直樹よに、摂津国高月城を与えるため、 同年8月2日、命を受けて白引き渡しの役を務めた。慶安3年うるう10月17日、細川六眼が幼いため、その領地日五国熊本に出かけ、政務を監視した。後に職を辞し、寄り合いに劣した。漢文元年9月12日、83歳で死去した。家徳は、高なの着難の川勝高成が継いだ。また、 次男の講師は新たに旗本家を起こした。ありがとうございます。